水入れて、これ入れて、水これ入れて、水入れて、水だよ。ちょっと、ちょっと自分で腹を出す。腹ポンポンやね。わ、めっちゃ腹ポンポン、やば、やばいな。
はい、お疲れ様です。さて、今日の家族ご飯こちら、半額で買ってきたオーストラリア産の牛をオーブンとバーナーで焼いたよ。我が家は焼肉屋さんだよ、タレは。うん、ね、これで500円です。安い、ね、1枚500円の半額を2枚買ってきたからね、これで500円だよ。安い。そして卵は無料だよ、ほぼ。まあ、かかってるけど、そんなかかってないね。うん、新鮮卵だよ。ね、あら、新鮮なやつが来たね。お、あ、若鶏が来たぞ。どうしたの？うん。腹くはい食いてえなーって。わかったわかったわかった。オッケー。オッケーわかったぜ。わかったぜ。ふうじこちゃん。ふうじこちゃん。ふうじこちゃん、わかったぜ。わかったぜ。ちょ。ね、ソーセージパーティーになっちゃうから。うん、にゃはははは。うん。ね、そして椎茸も半額だったね。これ2つで120円だね。安い。生協すごいね。これ2つ、こんだけのいい椎茸が120円か150円ぐらいかな。全部で。安い。ね、今日は天ぷら、卵焼きも天ぷらにしてみたよ。ね。そしてお蕎麦。ね、ね、子供たち大好きなお蕎麦だよ。これ安いやつ。これ全部で300円だよ。はぁ、安いな。ああ、ねえ、これいくら買ってんだこれ。300円の450円の1000円、これ1000円ぐらいだね。1000円ぐらい。うん。で、ね、そして今日はね、久々におみおつきを作った。しじみはね、半額だったよ。これもね、全部で400円ぐらいかな、450円ぐらい。税込み500円ぐらいのしじみ。3パックで500円。安い。ねえ、半額、今日はね、全部1500円で作ったよ。うん、ねえ、あ、わ、え、和でしょ、和食だよ、うん、和食にオーストラリア料理が入ってるよ、うん、というわけで早速いただきましょう。せーの、よよよーと、猫、そして娘、姉ちゃん、じゃんいいってよ、なあ、いいって、なあ、なるほどね、あららら、ってしじみの味噌汁だよ。いいの？おいたいかしたい。いいよ。早いみーちゃん、いただきますして、いただきます。全部言わないな、なかなか。なんか歌でポッキューって音がしたんだよ。なんで1本しかない？2本あるから。1本で食べてる。1本ってどういうこと？こうでワンパンマン。マジンガーセット。ポッキュー。マジンガーセット。おっぱい隠したぞこれ。ガッチャマ。
1対1ファイナルステージ3問目1人対99人と2択クイズです。
で食べれるくらいの大きさだもんね。そのアニメソングの正式なタイトルが A、B どちらかお答えください。あったかこなお間違いの方の選択肢も実在する曲のタイトルとなっています。何何それでは第1問、この曲のタイトルは B、サザエさんと、それではお答えください。サザエさん、完全にサザエさんだけどさ、これはどうだろう。サザエさん B、サザエさんの歌か B だな。あー、わかんねえ。はい、正解をお願いします。正解は A、 サザエさん。よし、おー、すごい。チャレンジャー正解です。間違いない方は、いつのサザエさん。これ再放送版で使われたサザエさんの歌という楽曲があります。火曜日の、わー、懐かしい。こっちはサザエさんの歌なの？全然サザエさんの歌。火曜日のやつ。サザエさん大人気で週2回やってたんだね。全然サザエさんに見えない。明るいサザエさんの時とちょっとダークなサザエさん。みーちゃん？わわわわわ。だ僕ドラえもん出してるわけじゃないの。食べ方がすごかっただけだ。僕ドラえもん。ほらみーちゃん、お箸でお食べ。お箸でお食べ。ドラえもんの歌だね、これは。若干映画多いかな。ここに正解お願いします。僕ドラえもん。ドラえもんの歌でした。じゃあ僕のドラえもんっていう歌は何だろう。間違えの方の曲も聴いてみましょう。うざいな。198。うざいな。みーちゃん覚えちゃうそれ。あんまりアンパンマンのワーツじゃない。それは知れるアンパンマンタイプ。アンパンマンのワーツ。アンパンマンタイプ。アンパンマンタイプ。アンパンマン、アンパンマンのマッチは好き、みんなの有名マーグルダメ。眠れないダメ。正解は B、アンパンマン。アンパンマン。ちなみにアンパンマンのマーチというのは、アンパンマンのマーチ自体は皆さんがよく知っているアンパンマンのマーチです。本当に。ないや今パワーベルパラクラの中で。両連勤がね。みんなに映したら来ない。2勝と2勝になりました。はい、みーちゃんの喉に両連勤というバイキンがおります。まだ、うん。残り3問、チャレンジャー可能の挑戦。早押し問題です。途中で曲が流れます。日本のテレビアニメの元祖ともいわれる鉄腕アトム。この主題歌の作詞を手がけ、作詞を手がけ。これ2択じゃねえのこれ。50分2文字じゃん。あ、いいんだ、いいんだ。
くりした。今を生きる楽しさをジャパネットと。ご覧のスポンサーの提供でお願いしました。大丈夫使ったらまだあるんだ。スイフトって運転しやすいの？バカじゃないよ。スタイルいいし、安心だし、分かってくれてるよ。まさに行けない。新しくなった、スイフトハイブリッド。試乗したい。前に撮ったやつ。次の体験さん。じゃあ、何にしよう。あ、これにしよう。フートファンスイデリバリーアプリ。ついに日本上陸。フートファンが。卵焼き？やってんじゃん。卵焼き好きだな。超多機能フレッシャーズスーツ。新しい洋服の青山。新発想シアバーテージシャンプーオーガニックシアバターでとろける指差し潤って24時間まとまるビオリスビーガンに誕生。そうしてみる。ケーズ電気マルコはなんで現金ネタギが好きなんじゃ。後から使えるポイントでその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしてるな。おまかなことにはメタトリマルコであった。メタ大好き。新製品が安い。ケーズ電気。大人の自動車保険なら40代50代の保険料が割安。更新時もネット割り1万円がずっと続くんです。うん、40代50代新規契約件数ナンバーワン。安さも安心も諦めない。ネット型なら大人の自動車保険で検索。スキー始めはイオンイオンスーパーセンターの一期一会。7日日曜日のお買い得品があれば、はい、あれこのお値段に注意中。お得なアプリでクーポンプレゼント中。そうだね。身近な日常を、人と人との心の行き交う瞬間を、あらゆるネットワークを見えないところで支え、通信技術でつなぐ。それがみんなの誇りです。技術者ってかっこいい。北海道を生かされ、北海道を生かしていく。ホットネット。おいしい。新しい暮らしの機能として、うん、タントがまさに人と人をつなぐ。タントのアイデア。やはりタントが。ダイハツニュータント。急げ大決算からね。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。肉美味しいわ。今日のやつ、今日のやつ向きある。そうよ、ね。テッチシュ。早押し問題です。2つともお答えください。アニメ、るように剣心の歴代オープニングエンディングの曲の中で、そのタイトルに、ハート・オブ・ソード。ハート・オブ・ソード。なんかこの辺の曲。この辺の反対の泣きです。おいて。3分の1の純情な感じを押さえてね。はい、どうだ。何読んだの。あ、マダム姉さん、マダム姉さん、アニメ、るように剣心の歴代オープニングエンディングのシャムシェード。分数よく分かる。正解は川本誠さんは2分の1とシャムシェードの3分の1の順調な感情。ハートオブソードだと剣が入ってるのは。ちょっと早押し文化強すぎだね。早押しすごかったですね。ちょっと頭の回転が間に合わなかったっていうのは、なんかもうちょっと上手払いしたぐらい早かったから。
武道館ライブや紅白歌合戦出場など歌手として絶大な人気を誇る声優水木奈々。今彼女のような声優でありながら歌手としての顔を持つ声優アーティストたちが音楽業界に一大旋風を巻き起こしているんです。続いてのジャンルはそんな声優アーティスト。予選ブロックはある4人のアニメファンがクイズを出題。そのメンバーは山本美月です。お願いします。女優山本美月。何好きなんですか。どうも、小田山です。歌舞伎俳優、小田山です。ハライチの岩井ゆうきです。歌舞伎の仕事ないんじゃないの。まあ、宝くん。こんばんは、上川隆也です。俳優、上川隆也。上川さん、アニソン大好きだ。芸能界でも有数のアニメファン4人が、今一押しの声優アーティストをご紹介。まあ、今声優まではわからんな。クイズを出題します。まずは、あ、これ知ってる。モアナ。知ってるよね、お母さん。これ CM で見てるよね。太ったな。全部見たことないんだ、モアナ。宮野真守さんです。うんうんうん。声優界のプリンス宮野真守。声優でありながらコウザクちゃんと食べよう。まあもうこの世界はもう戻ってこないのかな。ワクチン次第か。2019年の時まず何歳ですか。ジュニアに所属してらっしゃったみたいで、ダンスもすごくお上手で。小さくしましょうか、お嬢さん。これガブしたい。小さくする。何歳。2021。7歳ですか。7歳と1歳。いきなり薬を捕まったりしないかな。分かんない。こんだけこんだけテンション上がってたら分かんないよ。大丈夫かな。男性の女もちょっと外れちゃっちゃう。私もまさか見ていただいたことあるんですけど、人類全員メスになってました。これ多分おかしくなる。いや、なっちゃう。薬があるんだよ。こんなに人ですね。あの、年の夢だと豊かさというところ出ないの。知らなかった。それではここで問題。逆に知ってたらびっくりするな。知ってるのか。あんなにすごい人がいる。あのあれなのにテレビに全然出てない。知ってる人の方がすごいなと思って。お母さん、幸子知ってる。お母さん、幸子知ってるから。では、この男が食べたくて仕方がない、あるものとは、餃子。でしょう。餃子。A、カルビーのポテトチップス。餃子はね。日清焼きそば、UFO。それでは、お考えください。ポテトチップス。歌じゃねえんだ。関係ないんだ。若尾さんもだ。UFO じゃない。これミコ。あー CM やめろ。カミソン気にすよ。どよどって言って。でかくなったからでない。眠いんだ。はい、みーちゃん。口拭いて。ノーミツアワイン。はい、じゃあごちそうさまでした。よし、邦君薬チャレンジを食ったな。じゃあ薬チャレンジ。なんで苦いの。相当やばい薬らしいです。やだな。でもこれはもうかなり惜しくないんだって。いや怖い。じゃあ薬だな。苦い。はい。
暗いってかな。さらっといくんでない。水、水入れて、これ入れて、水、これ入れて、水、入れて水だよ。甘い、甘い、甘いんだ、はい、な、あ、え、ちょっと自分で飲んでくで。甘いんだ。なんか美味しくないって言ってたけど。美味しいぞ。美味しいぞ。美味しいんだ。美味しい。美味しいんだ。おー、面白い。おい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 。よかったね。はい、あ、よかったね。おいおいおい、なんかこれだかねえな。ねえ、なぜ腹を出すんだ君は。なんで腹を出す。うん、腹ポンポンやね。わ、めっちゃ腹ポン、やば。やばいな。うわー。